はい、清水さん、木です。今日はですね、これはあのブラックウォールナットの、一枚板ですね。両側もう耳がスパッとなくなってて、ストレートカットされた一枚板ですね。入荷して入ってきた時はですね、まあ耳がついてたんですけど、結構ボロボロの状態の、ものだったので、残すか、切るかね、結構悩んで、まあ他のものなんかはちょっとこういろいろ整えたりね、うまくこうまとまったものもあったんだけど、この板だけは白田がもうボロボロになってて、まあやむなくねストレートカットしたっていういきさつがあります。その代わり幅があの赤身の部分でだいたい50センチぐらいねあったので、まあそれでまあそれぐらいだったらね、あのストレートカットにしてもね、50センチっていう感じだと、まあまああの板としてねカウンターに使うにしても、式台とかに使うにしてもね、まあいいのかなっていうので、それで、今回あのストレートカットねするに至りました。まあ今ねこの時点で見てもすっきりね耳がね取れて、平角のね状態でいい感じで収まったんじゃないかなと思いますね。まあこれをねまた今からね塗るのがまた楽しみですね。まあ結構ねまだ塗ってないですけど、こう木が結構ねこうところどころ面白い感じの、ね、景色や、塗装されてない状態でもこう、ね、見ることができるので塗装が楽しみですね。サイズの方がですね、長さが2500あります。そしてストレートカットなので、まあ、上から下までね、幅が一緒で、500ですね、50センチの幅になります。そして厚みの方は、5.3mm ですね。そういった一枚板になります。はい、じゃあね早速、オイルの方でね、塗っていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、木裏の方に、ね、なりました。木裏の方が今ねこういう風な感じで、結構ねここがもともとちょっとこう朽ちてたというか、なんていうのかな、素材の状態でも結構こう荒くなってた部分なんですね。こうやってちょっとこれまあ、削り残しっていう感じですね。平らになってない部分がちょっと要所要所あります。はい、この辺のここのこう製材のノコ目みたいなのもちょっとねついてますよね。この辺も削り残しの部分がね、入ってますね。まあこの辺まで平らにするともっとね板が薄くなってしまうので、はい、まあ、こういう風な感じですね。よく分かりやすいかなと思いますね。この濃くなっているところがちょっと削り残しで少し平らじゃないところですね。ただ実際にまあ、クッションかなんか置いて使ったりとか、滑り止めとかでねカラーボックスみたいな箱の上に置いて使うとか、 あとはまあアイアンの足にまあボルトでつけるとかっていう感じだったら、まあそんな問題なくね、取り付けできるかなと思います。そうですね、こんな感じの木裏のこの一部分はねこんな感じになってます。まあ、多少は整えているんですけど、まずほぼほぼ素材のまんまみたいな感じですね。削ってないわけはないんですね。しっかりね裏面も平らは出してたんですけど、それでも、ここまで削れない部分がねいくつかあるので、はい、こんな感じになってます。はい、木裏の方はね以上です。じゃあ反対にして木表に塗っていきましょう。この板はね、まあ、ほぼほぼ赤みがメインなんですけど、ほんのちょっとねここに1箇所白田が乗ってるぐらいかな。あとはもう赤みでですね、赤みになってますね。塗ってない部分もね結構濃いめの、ね、ものなんですけど、ちょっとこうねもう1回塗っただけで
これぐらい濃い色がね出てきます。はい、今ね台面の方表面をね、塗ってこんな感じなんですけど、ここからこの小口をね塗ることでまたグッとね立体感というか深みが出て、板としてねグッと存在感が出てくるかなと思いますね。はい、台面の方もねいい感じですね。この板もね結構芯からは離れているところなのでね、ここの部分ですね、ここがちょっとね白田の名残がほんのちょっとね入ってます。そうですね、オイルで1回塗っただけでこれくらい渋くね、出てきますね。小刃の方ですね、はい、塗装の方はね1回目が終わりました。そうですね、このこっちのね元口のところで、ちょっとこうどうでしょうね、株の張ってた部分かなと思うんですけど、こういうところを切り落としたところの名残の部分とか、そうですね、結構ねこう真ん中の方もね木目が多少ね、動いてたりとか、あとここの部分が節だったところをちょっとねパテで埋めてる部分ですね。そうですね、やっぱり渋くね、仕上がった感じはしますね。ここからまた少しねオイルの方も、落ち着いてくる感じになると思うんですけど、ブラックオールナットのこの、ね1枚やっぱりこう置くだけでねこう雰囲気がガラッと変わるのかなと思いますね。お部屋の雰囲気がねガラッと変わっていいね演出になるのかなと思います。まあキッチンカウンターにも建築として取り付けるっていうのももちろんありなんですけども、まあ足を独立してアイアンの足とかをつけて、まあ、移動可能なカウンターテーブルっていうのもありかなと思います。まあキッチンカウンターの方に寄せてねキッチンカウンターとして使ったりとか、あとは移動して、他のまあお部屋の壁側に寄せて、まあ、パソコンカウンターとか、そういう風な、ね、使い方にしたりとかもできますし、まあ、そういう風な、ね、ちょっとこうフレキシブルな感じで、使うっていうのもありかなと思いますね。ブラックオールナットの1枚とは、ね、オイル塗装をしてみました。ご視聴ありがとうございます。